野修一の大太鼓講座。さあ今日は素敵なお弟子さんを紹介したいと思います。大黒摩季。イエーイ。2人合わせて106歳。あはぁ106歳です。本当に、はい、おじいちゃんです、おじいちゃんとおばあちゃんが、はい、ファイナルシーズンの最終日、東京ガーデンシアター で、はい、東京オリンピックのためにね、盛り上げるために作った、うん、あれで一緒にね、はい、演奏していただいた東京オンリーピースお師匠様の演奏ですに、はい、合わせて大黒が大太鼓にちゃいます。もう2月からやってますよね。ムキムキだぜ。いやもうバシッとしまって美しさに磨きを増しております。なのでですね、そこにあたってですね、やっぱまあ感想、お祭りにしてるのでね、はい、感想でぜひファンの皆様と摩季さんの大太鼓でコール&レスポンスしたいんですけど、そうです、それの今日は練習をしている動画です、はい、皆さんにも練習してもらいたいので覚えてきてほしいんですよ。そうです、完璧なしですよ、完璧なしです。もう現場でね、一発勝負、練習がないんでね、はい、完璧に覚えてください。で今日はですね、お囃子隊のね、はい、イケメンズたちをそうですご用意しましたので、はい、おばばたち喜びなさいよ。いきますよ、はい、じゃあ、はい、あのどうぞ。どうもどうも、こんにちは。一歳でーす。たくやでーす。よろしくお願いします。ユニット名は何ですか？ユニット名ドンストップと言います。ドンストップです。よろしくお願いします。ノンストップ、ノンストップ違います。ドンストップ、はい、ドンストップ、ドンストップ、ドンストップです。もう一人いらっしゃるんです。もう一人です、はい、はい、で、あの彼らね、今私はお気に入りのイケメン太鼓です。あのお父さんも、お父さんです、息子たちです。引き連れていつか和太鼓とね、はい、一緒にライブができたらいいですね。レイ、はい、そんなわけで、あのね、熟女の願いを叶えていただく方々と共にやりたいと思いますので、はい、同じことを皆さんやってください。そうです、はい、覚えてくださいね。覚えてくださいよ。しっかり身に焼き付けてくださいね。はい、じゃあ皆さん行きましょうか。はい、頑張りましょう。はい、行きましょう。はい、ちょっと先生たちの前嫌なんですけど。大丈夫です。まだ出来上がってないんですけど。そう、とにかく皆さん覚えてもらうための動画なんでね、頑張りましょう。これ辺で、あの近くでやった方が、はい、あの声、はい、声ね、はい、いきますよ、はい、ドンドドドドンドドってくるから、2,3,4ワン、トゥ、トゥ、ウイ、ワン、トゥ、シー、フォー、しんどいそう、これやってください。はい、覚えてくださいね、はい。